海苔とは、高層、緑層、シアノバクテリア、卵層などを含む、食用とする草類の総称。日本では、古く、紫が、新鮮菜と呼ばれた。食品として、それら藻類を加工した、生海苔や、板海苔などが食されており、米飯のおかずや、江戸前寿司などで重要な材料となっている。日本語の、海苔は、ぬら、ぬるぬるするのいを語源とする。 水中の岩石に苔のように着生する藻類全般を表す語で、抗義には食用とする高藻類、卵藻類の総称である。平安時代末期は天海苔といい、天海苔を板海苔に成形した浅草海苔が江戸時代以降に広まった。海苔は、タンパク質、食物繊維、ビタミン、カルシウム、EPA、タウリン、ベータカロテン、 アミノ酸などが豊富に含まれており、栄養に富んでいる。日本のほか、中国、韓国、イギリス、ニュージーランドで養殖もされている。1980年代にアメリカでも養殖が試されたが、失敗に終わっている。食用の海苔は、分類学的には、以下のような互いに、疎遠なグループに分けられる。分類学的にはそれぞれ大きく離れているが、2と3は、 同じ緑藻に属し、いくらか禁煙である。4は大きくかけ離れており、通常有植物には含まれない。分類群が異なるため、生活感はそれぞれ異なる。いずれも解明されており、1と2は解明された知見を利用して、人為的にライフサイクルを制御し、大量に種苗を作ることで、商業規模での養殖が可能となっている。ノリの種類としては、 生海苔のほか、板海苔、切れ海苔、ク海苔、味付け海苔などがある。海苔は日本人にとって身近な海産物の一つである。食品としての海苔はろく、すいて紙状に乾燥させた板海苔を利用することが多い。乾燥させない海苔は生海苔とも呼ばれる。海苔は初春の季語である。2月6日である海苔の日もこの時期にあたる。海苔については古くは 奈良時代初期に編纂された日立国風土器に登場しており、山和武に関して次のような記述が見られる。同じく、出雲国風土器においても紫縄、紫川縦の縫いの軍、最も優れりという記述がある。縦の縫い軍は、現在の島根県出雲市のうちで、平成17年、2005年合併前の平田市に、ほぼ相当し、そこにはりを、 特産品とする16島海岸がある。また、大宝2年、702年の2月6日に執行された大宝律令においては、海苔が租税の対象として記載されており、ちなみに、これにより2月6日が海苔の日とされている。和道3年、710年に選とした平城計には、海藻類を売る、二木目棚、若目店、海苔や昆布を、佃煮のように加工したものを売る。 モダナ、モハテンという市場も存在した。こうして、海苔は日本の食文化に定着し、10世紀頃に、源の順の戦した和名類受賞や、うつほ物語には、天海苔や紫海苔といった具体的な名称で、海苔が登場している。海苔は古くは、天然のものを取るだけだったが、江戸時代になると養殖技術が確立し、江戸湾、東京湾で取れた海苔、 紫名を和紙の製紙技術を用いて紙状に加工するようになった。これが浅草のりで現在市販されている板のりが完成する。なお、江戸の,のりの代表とされる浅草のりの始まりに関しては諸説ある。岡村金太郎著浅草のり1909年博文館においては遅くとも長六年間1457から1459年。 頃まで遡るとしている。竹江年表には、上京の頃に大森、後の東京都大田区大森において、海を作り始めたという記述があり、江戸時代後期には、大森の海苔養殖技術が、品の諏訪の海苔商人の行商を介して、日本全国に伝わった。江戸海苔の生態がわからなかったため経験則を頼りとしており、その不安定な生産校から、うんぐさとも呼ばれていた。しかし、 昭和24年、1949年に、イギリスのキャスリーン・メアリード・ドリュー・ベーカー、ドクター・キャスリーン、メアリード・ドリュー・ベーカー1901年から1957年9月14日、が、ノリの糸状態を発見。それまで不明だったノリのライフサイクルが解明され、不確実な天然細胞に代わる、人工細胞を実用化し、養殖が可能な地域の拡大にもつながった。 山本山など、茶葉販売や生茶を手掛ける企業が、海苔も扱うことが多い。これは、両者が、いずれも湿気に弱い製品であることから、製品の湿度管理のノウハウを両者に応用できる、ことに由来する。山本山はもともと茶を扱っていた企業で、太平洋戦争後に海苔に参入した。海苔が使われている食品に、磯辺餅がある。海苔の産地にも、磯辺。 石部、磯部、石辺、いずれも磯部と読むなどの地名を見ることができる。海苔の主な産地は宮城県、千葉県、伊勢湾、瀬戸内海、九州などである。佐賀県は都道府県別生産量が平成24年で1位となっており、これは9年連続である。生産量は年間7万トンと2位、以下4万トンを大きく引き離している。一方で、 有明海沿岸は、諫早安管宅問題で大きく揺れた地域であり、事業開始直後は、水質の汚濁などによって、海苔の生産量や品質に大きく影響を与え、とりわけ、長崎県の産地は、壊滅的打撃を受けた。それに加えて、カモによって種ごと海苔を食べられてしまう食害が、急増し、高城に依頼し害鳥を追い払っているが効果は、あまりないという。とはいえ、 贈答品の多くは、有明産海りが選択されるなど、ブランドに揺るぎはない。生産量2位の兵庫県はハリマどが、主産地となっている。コンビニおにぎり等の用途によく使われているが、ハリマ5は、特にそのうち、流域面積が突出している加古川のもたらす、栄養塩が生育を左右している。加古川下流域に、加古川大関が完成した後は、海りの発火。 生育不良などの問題が起こっている。セット内海では水質浄化を進めた結果、海水中の栄養分が乏しくなり、色落ちなどの被害が出ている。兵庫県、福岡県は佐賀県に次いで生産量は高い県であり、以下は熊本県、香川県、愛知県、千葉県、三重県、岡山県、宮城県と続く。東京湾は太平洋戦争後、 埋め立てが進み、和紙と同様の技法で有名であった、江戸前海苔、浅草海苔のシェアは、ほんの数パーセントで、生産量は、非常に少ない。岩場に自生している天然の海苔は、岩のりという。岩のりは、島根県など、日本海側を中心に採取されている。上京4年、1685年、江戸幕府五大将軍の徳川綱吉は、小仁やアレミの霊を発布した。 それに関連して、元禄五年、1692年には、浅草近辺十六町四方の漁業が禁止された。浅草の漁師たちは、収入の道を立たれる前に故郷を捨てて、船を経流できる川がある江戸の南、大森に移住した。大森では川に打った杭に、多くの糊がつくことに気がついた、野口六郎左右門は、浅草の地場産業であった紙すきの技術を試してみた。 海苔を細かく刻みシート状に仕上げられた海苔はそれまでにない製品に仕上がった。これを浅草の商人に販売を依頼したことで浅草海苔の名前がついた。彼らは菩提寺を大森にあった寺に移したものの浅草神社のうじ子ではあり続けたため浅草神社にその記録が残されている。浅草海苔由来記によれば海中で海苔を生育させるための日々の設置は原独。 寛六1688年タイの頃とされる。医師でもあり、本草学者の本間祐希氏が、海苔は、外目より流れ来たのではなく、数頭下の間、海蝶に浸したに書図と、学生満筆に表していることから、江戸時代に詳細な生態が解明されていないが、海中に建てたから、海苔が生育し、その海苔を採取することが行われていた。設置されていたについては、 古川小松県の詩人地名録に、品川にては吉武を建ててのり生寺、大森にては青木を建ててのり生図とあり、設置場所の改良や推進などの影響であろうか、品川と大森で素材は異なるが、として、篠田家や雑木の枝が使用されていたようである。明治時代には改良を加えた漁具や養殖増産に関する研究調査が進み、19世紀末に、 ノリの発育実験等が日本各地の水産試験場で実施されたことから太平洋に面した東京沿岸付近と内海とサレルト内海沿岸の広島付近の養殖法に変化が見られた。20世紀初頭には台湾、朝鮮半島において漁業振興と遭難者救護のための各漁業組合の設置とともに日本国内の水産業者も移住し、 東京沿岸付近で行われていた浅草のり、浅草のりの養殖並びに製造法を伝播した。第二次世界大戦後、1949年にイギリスの藻類学者であるキャスリーン・メアリード・リュー・ベーカーがのりの糸状態を発見。それまで不明だったのりのライフサイクルが解明され、養殖が広範囲に拡大した。1962年頃には愛媛県、 最上下松にて、浅草海苔の変種であるオーバー浅草海苔、ポーファーテネラバリエーション、タモツンシスが、1970年頃には、千葉県袖ヶ浦城奈良林にて、浅草海苔とは、別種のスサビ海苔の一品種である奈良はスサビ海苔、パイラッピアイエズンシスフォーム、ラウィンシスが、いずれも養殖漁業者の手で確立され、これらの病気に強く育てやすい養殖品種が普及することで、 浅草のりや生種の養殖がされなくなった。秋、海水温度が約摂氏20度の時、川口近くの海に、のりひびを設置する。のりひびとは、養殖のりを付着し、成長させる道具である。明治から昭和初期に木ひびや竹ひびが使われ、それ以降は、シ老縄を使用した網ひびを使用することが増えた。これは、長さメートル、幅メートルほどであり、 その後は20メートルほどの短くマニラーサや化学繊維を使用したものも増えている。海苔日々に胞子が付着し、発が成長して海苔になる。そして養生に成長した海苔を冬に収穫する。海苔の養殖方法により杭で固定する支柱式と昭和30年代に宮城県の漁協が開発した部位を浮かべる浮き流し式とでは、 出来上がった海苔の性質が異なる。支柱式では、川から沿岸に流れ込む養分を取り入れて養殖する形で、当然、海苔ひびが固定されるため、潮の看板に依存して蓄えられる栄養分の過不足が生じる。一方、浮き流し式の場合は、沖合で養殖されることから、川から流れ込む養分の代わりに、海中の栄養分を摂取することになり、 塩の緩慢に伴わずに常に海は海中にあることになり、しまった海苔ができる。ゆえに、海苔の性質としては、海苔が水気に接している時にほどけたりべたついたりする、時間や硬さに差異が生じる。握り寿司や海苔巻きなどの場合、市柱式の海苔は、店のカウンターではパリッとした食感で、すぐに食べてもらうように使い、出前やパック詰めの場合は、 支柱式を使うと時間が経つと指や器に糊がつく恐れがあることからほどけにくい浮き流し式が使われることが多い。他にも支柱式の糊はおにぎりは糊と別々にしたりそばの花巻きや焼き糊などに使われ浮き流し式は直巻きのおにぎりやそばではざるそばにかける刻み糊や卵とじなどの大糊弁当やラーメンの具などに使われる。 山口県特産の貝殻甘海苔、赤ノリについては、水産大学校や山口県水産研究センター、内海研究部などにより陸上養殖の技術が開発された。海苔の代償基地である日本は輸入枠を割り当て制にしており、従来は韓国にのみに輸入枠が割り当てられていた。しかし2003年に中国から輸入枠の割り当て申請があった。 自国の輸入枠減少を恐れた韓国は日本の海り市場の自由化を要求2004年最終的に WTO へ協定違反として提訴している日本における水産物輸入枠割り当て制度は他国にない制度であり WTO の紛争処理小委員会パネルが黒と採定する可能性は高く海りで敗訴すれば他の水産物輸入枠割り当て制度への影響は 必死と見られたために、日本は韓国への海輸入枠割り当てを大幅に増やす、ことで妥協を図った。その結果、韓国は2006年1月に提訴を取り下げた。韓国からの乗りの輸入枠は2015年までに順次、増えてゆき、最終的には2004年の5倍、市場占有率にして7倍までに拡大されることになった。しかし、 世界的な寿司ブームや国内需要の増生の結果、2010年など、対日輸出実績は割り当て枠を下回る状態となった。朝鮮半島における海苔については、韓国海苔を参照。海苔という生物の特徴もあって、産地の近くで生まれたという会社も少なくない。フランスのロスコフ生物学研究所の研究チームにより、 海洋性バクテリアのザベリア・ゴレイクタニベランズ及び腸内細菌のバクター・イデス・プラビウスはアマノリ族の含有する多糖類を分解する酵素を追っていることが明らかになっている。研究では B ・プラビウスは日本人13人中5人の腸内から検出されたが残りの日本人8人及び米国人18人からは検出されなかった。は、英語でと呼ばれ、 イギリスのウェールズ南部地方で古くから食用にされている。レイバーを茹でてペースト状にしたものがレイバーブレッドと呼ばれるもので、そのままパンに塗ったり油で揚げたりするなどして食べられている。レイバーブレッドは珍味の類であり、同じウェールズでも北部山岳地方ではその存在を知らない人も多く、現地でも決して一般的な食べ物ではない。なお、海苔はラテン語圏でも ノリで通じる場合もある。ただしあくまでも食品用語なので、シーウィード、海藻が一般的解釈として用いられる。レイバーは板ノリにはせず、またイギリス以外ではあまり通用していない言葉である。アゾレス諸島やスペインのガリシア州でも食材として利用されている。中国では1990年代頃から日本企業の支援で養殖が始まり、 チャンス賞や三等賞が主な産地となっている。味付け海苔、スナック菓子、コンビニエンスストアのおにぎり等に利用されており、海苔の生産量、消費量ともに増加してきている。しかし輸入枠の割り当ては行われているものの、値段や品質などの問題もあり、日本へはほとんど輸出されていない。一方で、寿司などの日本食ブームの影響もあり、 日本以外の世界各国へ輸出されている。このため2005年から始まった対日輸出は2010年頃まで実質的に停止状態にあったが東日本大震災やリーマンショック後の不況が重なった2010年代前半以降増加した。日本国外では板乗りを見てカーボン使用を連想する人も多く、また葉の裏にくっつく髪を食べているようと嫌がることがある。 この理由により、海外の巻き寿司は、カリフォルニア巻き等のように、米、米、ご飯が、外側で、海苔が内側にあることが多い、裏巻き。また、海藻は、肥料や飼料であるとする人もいる。反面、米国などでは、栄養面から、海苔食文化を見直す動きがある。海藻には、クロロフィル、フィコビリン、カロテノイドなどの色素が含まれる。 焼き糊では熱に弱いフィコビリンが分解され、熱に強いクロロフィルが残ることで緑色が強くなる。また湿気を含むとクロロフィルが分解されるため紫色に変色する。高想類の糊はこれら捕食関係にある色素を含むため黒っぽく見える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。